ここ渡りますね、まあ、簡単じゃないけど渡るんです。これね、これが大体セクロ運ですね、1世紀紀元1世紀、ね、渡るんですね。でシーナはどんな教えかって言ったら、仏教が入る前にちゃんと教えがあったんですよ、シーナのね。これ何かって言ったらコンフシオニズムね、コンフシオニズム書けるかな、コンフシオニズムね、ここはシーナ、コンフシオニズムかな、合ってるかな、ね、コンフシオニズムね、コンフシオさんっていう人がおったんですね。コンフね、フシオニズム合ってるね、はい、でこれね、コンフシオさんっていう人がおって、この人がね、いろんなことを言われたんですけど、まあ、中国いろんな話がありますけどね、これ決して悪い話じゃないんですよ。まあもらうね、モラリガージなんかのね、バージンなんかことですね。でもね、ある一面では強くこうフェウダウなんです。封建的って言ったらね、日本語でフェウダウなんですね、フェウダリズムね、フェウダウなんですね。古いでしょ、古いですよ、でこの中で、まあ、いろんなことわざがありますけどね、君子や危うきに近づかずとか言ったら、サビオシャファスタドペニーと言ったりしますけどね、どんな、それとか、あ、中国、これコンフィシュニズムじゃないけど、面白い、ね、ことわざあるんですよ。中国のジッター、ね、ジッターですね、言い習わしでね、あなたがもし、あなたがもし、一日幸せになりたいんだったら、一日、ね、幸せになりたいんだったら、豚を殺して食べなさい、ね、豚、ね、ポールね、チーズですね、フェリース、ね、マーチンポール行こう、ね、でしょ。で3日、あなたがもし3日、3日ね、幸せになりたかったら結婚しなさい、結婚しなさい、ね、もしあなたが一生、ね、エテルマメンチね、はい、幸せになりたかったら釣りを覚えなさいって言うんですか、アプレンジャーペンですか、面白いですよね、実は面白いだけだったらいいんですけど、このフェウダウはね、フェウダウは、女性にとってはね、女性にとってはね、完全なマシスタですよ、ね、これはマシスタですね、男性、主義、ね、これ三十言うて三つの門に従いなさいっていうのがあるんですよ、トレイスオベジエンスですね、トレイスオベジエンスですね。これじゃあちょっといってみましょう、こっちは読めるかな、なっ、ハスマハナオですと、トレイスオベジエンスです、コンフィスエンスですね、トレイスオベジエンスです、これですね、コンフス、ね、トレースオベジエンシアス、これ1何ですか、1番何でしょうか、これ3つあるんですよ、トレースオベジエンス、天気無礼、天気オベデステアルゲーね、が 3種類あるんです。これ最初言ったらですね、最初言ったら女の子ね、メニーナはお父さんですね、パイね、オベデッセアパイ、あ、メニーナあ、いいのかな、メニーナアパイね、これもアパイ、もう訳しますよね、あんまり書いたらパイね、これがプリメーラオベジエンシですね。2番は群れ、カザール、群れ、カザール、マリード、いいですね、カザールだ、はい、マリード、あ、マリード、あ、マリード、青マリード、かわいそう、青パイ、青マリード、あ、マリード、そう、のてべです、ね、それで3番は青マリード、
はい、これない方がいいんだな。ない方がいいね。Pode ser assim, pode ser outro também. Ah, tá. ありがとうございます。それで、カザーダ、そして、ビュー、ビューバね。ビューバ。カザビドビューバ。あ、セフィーユ。なぁ。フィーユ。これすごいですね。はい、全く逆だっていう人。3人とも。ストレスオン、トレスティプスオメ、パイ、マリエトセフィオ、オベデセアミンっていう人、皆さん笑った。全く逆の人います。いません？いませんか？いませんね。まあ、メニーナでないからね。ね。あったでしょ。これ日本まで来てますからね。日本まで来てますからね。そうですか。これ3番目がすごいですね。ビューバーってこれもちょっと書けるかな。ね、はい、3番目がすごいですね。3番目、年はね、移動座ですよね、ビューバーって言ったらね、大体はね。で、その移動座になったら、ちょっとはね、家庭の中でね、イエラーキア上がるかなと思うじゃないですか、うん、そうじゃない、そうじゃない、うん、フィーに従う、ここまで、これが、これがもらうだった時代があるんですよね。アンチガメージ。もらうでしょ。ね、これがシーナにあって、ね、こういう考えがある中に仏教が入っていくわけですけど、どんな風にしたいって言ったら、仏教はね、基本的に仏教というものは私の中の問題を、ね、私の心の問題を解決します。仏教はね、仏教言わないですね。天気をベテしてやっぱり言わないですね。仏教は言わないですね。言わないですよね。じゃあこれがもらうだって言われてるところに仏教が入っていくってことは難しい話なんですよ。難しいですね。難しいですよ。この中にね、仏教がね、でも。難しさっていうものは一方でどんな人でもこの中でね、女性がね、このトレースオブジェイサスの中で生きてたらリベルダージ欲しくなるわけでしょ。どんなものかわからない、リベルダージがどんなものかもわからない、とりあえずこれがいいんだって言ってるけれども、仏教はどうですか、仏教はどうですか、生まれによってね、例えば王様になるんじゃない、生まれによってお坊さんになるんじゃない、わかりますか、させるどっちが、ノンデペンジするなすめですね、ノンデペンジするなすめですね、そうでしょ、ヘイだってそうですよ、ノーフィーだってね、生まれじゃない、何によるんですか、それはね、行為、アットね、行為によるって言ったんですか、ね、ヘイをアットをする人がヘイなんです、させるどっちのアットをする人がさせるどっちなんだ言ったわけ、なすめとは関係ない、したらこれ全部ナシメントに関係あるでしょ、セックスね、ジェネラルね、関係あるわけじゃないですか。ここに、まあ仏教が入ってくると、あ、私は女性がね、私は女性だけれども、女性でこういう風な環境で生きてるけれども一人の人間じゃないかってことが分かるわけですよね。そうでしょ、一人の人間じゃないか、仏教はあなたの心を見てみなさい、ね、世界がどうでもいいんですね、あなたの心を見てみなさい、そしたら何がありますかって言ったら、さっき言ったパイションがある、イグノランシアがある、それが私たちの苦しみを生んでるんですよ、ソフリメントを生んでるんですよ、そうでしょ、ここはね、これやったらソフリメント少なくなるよって言ってるかもしれないけれども、仏教はそのもっと直接にアラーミですからね、ね、これはね、外見ですね、アパレンスですね、私はオベジエンチになっていればソシエダージュの中では、まあセーフということですけど、本当のアラーミは心の中でなるんですからね、そうでしょ、ナンマンダルツさっきやりましたね、アラーミね、あの心の中で鳴ったアラーミをね、仏教が、入ってくると
女性の中でね、あ、私はこうやって生きていくべきなのかどうかなってことが、まあ、問題になりますね、自分の中でね。だからね、早めにね気づくんです。女性がね早めに気づく。男の人はねないわけ、あんまりそのオブスタクルっていうかね、ないでしょ、その社会で。だからシーナに仏教が入ってくるのが1世紀ぐらいですけど、ね、お坊さんが運ぶんですけど、お経をね、男が運ぶんだけど、ね、もう3世紀ね、これちょっとごめんなさいね、これ3世紀ぐらい、3世紀ぐらいになったらね、セクロ3って言ったらいいのかな、セクロね、セクロ3って書いてあるかな、ね、になったら、女性がお坊さんになってるんですよ、シーナは。ね、シーナ、もう女性が門者になる。それがね、読んだら分かるんです、ね。隠れながらね、仏教の本を読んでる奥さんがいたとか。ね、で、カザーダだった人がビューバになりました。で、ビューバになって、子供に従うんじゃなくて、ここにね、ブッダに従い始める人が門者になる。これはね、もうセクロトレスですよ、にはシーナでいるわけです。早いですね、早いですよ。だから、こういうトレスオベジエンシアっていう言うたら、オプレッソって言っていいんですかね、ヘプリミードっていうかな、の人たちが仏教にリベラージの匂い嗅いだんですよ、ね、仏教にリベラージの匂いがあるんじゃないか。それでもうセクロさんには門者が現れるわけですよ。門者がね、これ門者ですね、はい、門者です、出てきます。先生、はい、esse número um não é obediência aos pais, pai e mãe? Ao pai. Só ao pai, 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 pai. Machismo. Porque mulher casada também, porque, ou seja, mãe, né? Também tem que ir nesse. Sempre. Sempre homem. Submissa. ナンバーナウスですね。で、それでじゃあ日本はどうですか、日本はどうですか。日本に入ってくるのはこれ大体ね、ちょっとあれですけど6世紀ぐらいね、仏教ね、これブジズモですよ、これブジズモがね、ブジズモが入りますね。シーナから日本に行きますね。シーナからこれ日本ですね、これジャポンね、やっていきましょう。しこれ6世紀ぐらいね、6世紀ぐらいに、セクロ6世紀です。デモロイ、はい、ね、だってシーナのこういうコンフュシニズムっていうのがあって、この中で広まっていくのがまず時間かかりますね。大きいですね、シーナね。日本大きく書きましたけど本当はこれぐらいね、まあ、で行くんですけど、ここでもっと驚くべきことがあって、もうセクロ6世には、ね、お坊さん、日本のお坊さんができるわけ、文字ジャポネですね、あ、できるわけ。それやるためにはオーデナスソンいりますね、オーデナスソンブジスタってありますね、戒律っていうのがあって、十戒っていうのがあって、そのプリメーラオーデナスソンブジスタね、は誰にされたかって言ったら文字ですよ、日本は初めては。これね、初めて名前書いておきましょうね、はい、ここに書いておくかな、全身に、大丈夫、見えますか、これ全身に三っていう人が初めての日本のお坊さんですよ。これ女性、これ群れですよ、群れ、ね、モンジャじゃ、プリメーラモンジャじゃこれですね。まあ、プリメーラオーデナソンとジャポン、ボーイ、デジタルだ、ムレね、モンジャね。全身にさ。で、この方も、お坊さん、になって。ですからね、仏教は皆さん、こうやってお集まりいただいてますね。女性の方が。
ここでもそうですね。我々のフェデラーソンを支えてくれてる人って誰かって言ったら、ジェネロで言ったらね、すみませんね、久保さん。久保さんのこと悪いこと言ってないですよ。久保さん、ありがとうございます。来ていただいて。でも、やっぱり女性の力強いですね。ね、強いですね。それやっぱり、こういう考えが、まあ、あるかもしれない、少しはね、あってもいい、あってもいいですよ。でもね、やっぱり女性が、あの仏教を本当に動かしていってくれてるっていうのは分かりますね、分かりますね。で、それはね、もうヒストリアの中でそうなんですね。そういうことですね。女性が仏教の価値をちゃんと分かってくださってるわけですよね。最初にセクロウンにインドからシーナに行った分、今言われるとって行った分で、セクロトレイスにはもうモンジャブモンジャシネーザです。Agora, sensei, o budismo, ele aparece no século V antes de Cristo, né? Isso, antes de Cristo, isso. Século VI, século V. Então, depois de 5 séculos é que começa a migrar, né? Isso, 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 isso. Isso. Isso mesmo. まあそういうことなんですね。で、ここでセクロセイスになった時にモンジャ全身にさんで出てきますけど、ね、この全身にさんが割と大事なんだけど今日ないんで、まあどうしようかなと思ってますが、あ、そうだ、この全身さんセクロセイスですね。セクロ、まあ、皆さんね、かぐや姫って聞いたことないですか？ありますね。かぐや姫ね。かぐや姫。これはね、これね、あ、そうだ。いつできたかわからないんですよ。かぐや姫は、これ、かっけしますけどね。かぐや姫は、皆さん、何で知りましたか？かぐや姫、どこで見ました？リブロ？ファブラ？絵本ね。はい、あ、です、来た、ありますね。あれはね、もともとね、かぐや姫、プリンセーザかぐやね。プリンセーザかぐやですね。プリンセーザかぐやですね。どんなヒストリアだったか覚えてますか？プリンセーザかぐやさんね。これ書いてます。これはね、元々のコントがあるんです。コント、マイズアンチーゴとジャポン。ね、コント、マイズアンチーゴとジャポン。だからこれはね、あのセクロデイスよりも前。いつかわからないでしょ。いつかわからない。エザッタメンチっていうのはわからないです。わからないです。けども、セクロデイスよりも前。アンチセクロデイス。アンチジセクロデイス。な。にできたのが、それはね、竹取物語言うんですね。竹取物語っていう中にプリンセーザカグヤっていうあのこのヒストリアが入っている。竹取物語ですね、が出てくるんですけど、これはね、どういう物語かって言ったら、竹取っていうのは、竹はバンブーですね。バンブー取るっていうのはこれです ね。これ同時バンブーかなが、ある日ね、竹を取りに行くわけですね。竹やぶの中にね、こうパッと取る、はい、いつも取って、でそれがアルテソンですからね、作って何か作って売られるでしょ。で、取ろうかな、今日も竹取ろうかなと思ったらね、光がバーッてできたんですね。まあ、光ってるバンドがあるんです。わかりますか？光ってるバンドがあるんですね。はい、夜ね、あ、光ってるわ、これなんだろうと思って、どうしますか皆さん、光ってたら逃げますか？どうしようね、怖いですね。はい、行ってみて、でもわーっと光ってたんですよ。ルースがずっと竹の中出てきて、これはどんどんな、アルテゾーンのバンブーですからね、あのどうしようかなって切ったんですね。パッ切ったら、かぐや姫がこんにちはって言ってこのバンブーの下中からね、こんにちは、かわいいんですよ、これ竹ですからね、育つのが早いんですよ。ね、皆さんもシャージバブル飲みました僕ね、ずっと飲んでるんですけど、だいぶ飲みましたでしょだいぶ飲んでるでしょ。どれくらいありますかね。アウトドアね、シャージバブル飲んでますか？ね、
まあ大丈夫です。テハコーラは上にありません。OS にありますから、まあ、それはいいんですけど、そのどん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 ね、育っていって、きれいに育っていったんですね。はい、プリンセーザって言われるぐらいですからね、きれいだったんですよ。皆さんと同じくらい。それがもうちょっと、ね、下ね。ちょっと下ぐらいね、きれいだったんですよ。そしたら、他のね、国のね、プロヴィンシアのね、人たちがね、結婚してくださいって言うんですよね。カザメントね。きれいだから。でもね、このプリンセザ・カグヤは不思議なんですね。不思議なんですね。そのお金持ちですよ、ノーブルたちがカザメントして、ね、してくれて頼む。興味ない。デンテです。感じでね、断るんですよね。断るんですよ。で、そういうことやったらね、あのノーブリたちがダメだったのかということで、インペラドーまでも恋しちゃうんです、もうカブヤにね。インペラドーが行くわけ、結婚してくれって。ただね、カブヤ姫ね、断れないんですよ。断れないでしょ、インペラドーが来たら。ね、でも、一緒にもなりたくないんですよ。ね。で、それでね、どこにいたかって言ったらね、月に、月。あ、ルアね、ルア。ルアありますね。あ、月、なんだかな。皆さん、ここでね、ちょっとクイズしましょう。はい。そこでクイズしましょう。ね、なんだかな。すいません、言いますよ。月々に、月見る月は多けれど、月見る月はこの月の月。月々に、月見る月は多けれど、月見る月はこの月の月。何回言いました、月って。ルアク何回言いました。月々に、月見る月は多けれど、月見る月はこの月の月。あれです。月々に、月見る月は多けれど、月見る月はこの月の月。多いと。残念。もしね、もし合ってたら、これね、これプレミアム。嬉しいですね。安くて、ね、安くて。でね、これ、それ、まあ、今、8回ですね。8回言いましたね。8は、実はこれ、メースね。オイターゴメース。8月ね。8月、まあ昔のカレンダーで8月、今やったら9月、9月のルアシェイヤ、これはスーペルアです。スーペルア、ね、シェイヤー、シェイヤーですね。シェイヤーですね。一番大きいんです、1年。これね、一番大きい月が見えるのがセテンブル、9月の月ね。で、この月、この満月の月にかぐや姫は月に頼むんですよ。私、インペラドーにも電子サップなんだけど、みたいな。それで帰りたい。月に帰りたい。帰りたい。ね。どっからできた、まあ、竹でしたけど、これ、月に帰りたいって言ったら、月がね、迎えに来るわけです。見たことありますか？その時にはね、誰が迎えに来るかって言ったら、仏さんですよね。まあ、これね、見せたかったら今日はないですけどね。仏さんが迎えに行って帰っちゃう。この話聞いたらね、僕はね、いつもね、ヴィトリア平次やね、はい、思い出しませんか？ヴィトリア平次のね、連打あるでしょ。ヴィトリア平次のね、これちょっと書けるかな。ヴィトリア平次のね、この話を思い出すんです、いつもね。どんな話ですか？ミトロジアありますね、はい、ミトロジアがありますね。どんな話だったか。月がね、これジャーシーっていう人、ジャーシーっていうね、まあ自民大臣ですね、神さんでしょうね。これがね、悪い神さんでね、インジージェン、綺麗な、皆さんと同じぐらいですね。もうちょっと可愛い
同じでな、あの女の子たちナモーラしてたんですね。ナモーラしてね、あの月にね連れて帰ってね、そしてその中でね、ある女性が、名前忘れた、まあ、ある一人の女の子が、この人もインジニアなのね、女の子が月に恋しちゃうんですね、やっぱりね、月に恋しちゃうんですよ。月に恋して、私どうやって、月と一緒になれるのかなと、こういうふうに思ってたんですね。だまたあのルアシェイヤの日にね、ルアシェイヤの日に川に行くわけですよ。川ね、ベーラの日をね、自分日に行って月をね、こうやって見たらね、やっぱりね、エザウタソンみたいなのありますね、皆さんね。ね、皆さんも最近恋してますか？ね、あの感情がね、こう月と一緒になりたいな、ね、月にね、ベージュしたいな、なったんですね。でも、お月にはベージュできないの分かるじゃないですか。で、こうやって言ったらね、月がね、ヘフリッチ。ヘフリッチやな。ね、なんだ。ここにね、行っちゃったんですね。ここだったらいいでしょ。あの本物の月じゃダメだけど、ここだったらいいでしょって、ね。入っちゃって、落ちちゃったわけですね。落ちちゃったんですよね。だから、もう二度と戻ってきませんでした。恋は儚いですね、いつもね、はい。で、その女の子があまりにもね、綺麗、あ、かわいそう、ペーナーね、かわいそうだなと月が思って、ヴィットリア・ヘイジアン、これはね、別名、他の名前があって、エストレラ・ダス・アグナス。エストレラ・ダス・アグナス。もう一つのエストレラに変えたんです、あのメニーナをね。わかりますか？トランスフォーマーしたのメニーナをね、え、ヴィットリア・ヘイジアン、ね、にしたっていうわけです。これはね、ハスの花見たことありますね。ですから、このヴィットリア・ヘイジアンのフローね、これがフロージロッツロッツでしょ、合ってるかな、合ってるね、フロージロータスですね。皆さんね、フロージロータスで一番美しい、フロージロータスは実は一番珍しいハーロね、はい、で美しいのはブランカです。ブランカね、ブランカ。ブランカはいつ咲きますか？いつデザブロッシュしますか？夜ね、夜、月の光の下だけ、月の光の下だけですよ。ですからね、私ね、リオデジャネイロ住んでますね。だジャージーボタニックありますよね。ジャージーボタニックにヴィットリア・ヘイジアンあるんですよ。いつもね、見たいなと思って。でもね、ヴィットリア・ヘイジアンのね、花をね、フロージロックス見たいんだけど、だいたい6時ぐらいでね、オラルジュ噴射なめたんでしょ、ジャージーボタニック。見れないんです。見れないよね。入ったらね、捕まりますね、プレゼントあるでしょ。だからね、これ見れない。いつもね、フロージロックスがチミなんですね。チミなんですね。だね、見れない。まあでもその月の光ね、ソーバルスルナね、ルオフロジロトスブロデスブデザブロシャス、わかりますか？そで、その綺麗な花ですね、この綺麗な花、これはね、私たちがさっき言いましたけどね、私たちのカミーニョダテラプーラありましたね。インフィニータですね。なんでかって言ったら、パイション性がス、パイションディスコントラーです、煩悩が、もう最後の最後まで私たちにアコンパニーするからですね。最後の最後まで終わらないから、まあ私たちの道は終わらない。でも光は、ルースね、ルースは、ルースインフィニータですよ。ブッダ、アミナー言ったら、アミタールス、アミターバ、アミターバはルースインフィニータですよ。ね、インフィニータメンチアコンパニーですよ。わかりますね、わかりますね。で、そのルースがまたこのカミーノ、シェイヨジパイションズを照らしてくださってるわけですね。照らしてくださってるわけ。だからアイパイルできるんですね、僕はね。できる。まあそういう話しました。そのルースとパイションっていうのが、実はこのフロージュウォータスっていうのも、このメタフォラなんですよ。わかりますか？なんでか、なんでかって言ったら、もうこれだけ言っておきましょう。なんでかって言ったら、
プロジロータスはどんなところに出てきますか？見たことありますね。アガスージャね、ラマね、ラマ、ラマね、ラマは綺麗なもんじゃないですね。匂いもね、ね、ドロドロしてね、黒いしね、パイション性ね、我々の汚いところなんです。その汚いとこからじゃなかったら、ね、カミーニョは伸びない、ブッダになれないです。ブッダになるっていうのは、フロージロータスがデザブロッシャすることなんですよ。仏さんのルースの下でね、デザブロッシャすることなんですよ。だから、フロージロータスは、念仏ね、プラチカンチ念仏、ね、別名、オートロノーム、プラチカンチ念仏、フロージロータス、ダウマニダージですよ。フロージロータス、ダウマニダージですよ。ね、我々がこうやって歩んでいくこの姿は皆さんね、今度まあジャージーボタニコをどっかで行ってみて、ビットや弊社見てください。あなたの姿なんですよね。その時に、あ、私の美しいかなと思ったらね、まだパイシャオがちゃんと残ってますからね。まあそういうことで、今日はすいませんけど暗い中であの写真を見ました。1時間だったんで、まあ時間になりました。どうも皆さんありがとうございました。はい、住居、住居、ごめんなさい、言ってなかった。住居でコンフシオさんというのは孔子、孔子、孔子さんの教えで住居、はいはい、すみません、言ってなかった。それではよろしいでしょうか。ありがとうございます。本当に行くんだ。どうもありがとうございました。